はい、高橋丈太郎です。これ大変な記事が出てきましたね。岸田内閣、予備費12兆円のうち9割以上が用途不明瞭と発覚。史上最悪の予算の使い方に批判殺到ということで、このまま全部。全部じゃないんですけども、書かせていただきたいと思います。はい、コメントはどうでしょうか。コメントはまだついてないですね。はい、ということで、こちらをクリックしていただくとですね、日経新聞だったかな、こう出て、ここにいろいろ書いてありますね。こういう、この辺の方の、このですね、この方のこうやってここをクリックしていただくと、ツイッターでも書けるのでですね、これはですね、一応ラプトブログですけども、ラプトさんというよりはこの、新聞記事ですね。この、日本経済新聞ですね。日本経済新聞に対してこのお二方で、他にもですね、もうツイッターの中にいっぱい、41件の返信を読むって書いてありますね。こうなってるのでですね、これは大変やばい、やばいですね。はい、やばいです。はい。ではありがとうございました。失礼します。